野口正明は福岡県飯塚市出身のプロ野球選手。飯塚商業学校卒業後、1942年名古屋軍に内野手として入団。同年5月、プロ野球史上最長イニング記録の28イニングを戦った対対応戦では6番一塁手として出場。翌1943年、投手に転向し12勝を挙げ、 石丸真一、西沢道浦と共に、投手陣の柱として活躍した。この頃、晩年の沢村栄二からも安打を放っている。戦後、1949年に大エースターズへ移籍。この年、札幌市演山球場で行われた、対東急フライヤーズ戦で、大下博に大本塁打を打たれたが、170メートルは飛んでいたという貴重な証言をしている。 1950年、西鉄クリパース創立に伴い移籍。川崎徳次らと共に、先発の柱として活躍し、1952年、23勝を上げ球団第一号となる、パリーグ最多勝ちに輝いた。しかし、翌年に肩を壊して1954年に現役を引退した。その後、三井田川、前佐世保の監督を経て、 しばらく RKB 毎日放送の解説を務めた。また、福岡大英ホークス初年度には、テレビ西日本の解説者にも就任していた。現在の福岡県中川市で余生を過ごしたが2004年3月24日、福岡市西区の病院で心不全のため死去、79歳没。ありがとうございます。